はい、ご覧いただきありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらはバルナックライカの最初の量産型機種ですね。バルナックライカの A 型になります。こちらレンズとボディがくっついてるタイプになります。はい、ではまずは外観の方から見ていきましょう。でまずはぐるっとボディを見ていきましょう。黒い塗装の部分はそんなに剥がれはないですね。かなり古いも100年近く前のものになるんですけど、まあまあ綺麗な塗装の状態を保ってますね。であと黒い塗装の部分は当店で軽く磨いておりますので、こんなに綺麗に輝いております。で底蓋もあいい感じですね。いい輝きで大きなへこみや傷もなさげですね。で綺麗に象眼もね、銀の象眼も綺麗に残ってます。珍しく非常に綺麗な状態ですね。はい、であとグッタベルカなんですが、ちょっとこっち割れが1、2、3かな、3箇所かなにあります。で分割されてもう全部ボロッと落ちたんで、これはもう再接着しておりますので浮きなどはないです。まあオリジナルがいいと思ってね、当店で再接着しておりますが、まあでも綺麗な方がいいっていう方には革交換も可能ですので、革交換ご希望の方はご購入時にご相談ください。あと機構的なものですが、こちら当店でフルオーバーホールしております。でその時にシャッター幕、シャッターリボンも交換しております。はい、で巻き上げて、巻き上げもね非常に軽くしっとりした感じに仕上がっております。で Z、 はい、ちょっとねシャッター幕は見えないんでね、なんともわからないんですが、 Z しっかり切っております。ちょっと音だけしかねちょっとわからないんですけど、はい、問題ありませんね。あとピントが合ってるかとか、シャッターの光線漏れバウンドとかないのを確認するために実際にフィルムを装填して試写をして問題ないのも確認しておりますので、ご安心ください。でファインダーは綺麗で、清掃済みですので綺麗です。特に問題ないです。であと試写、フィルムの試写の後には巻き戻しもして、フィルムの引っかかりなどないのも確認しておりますのでご安心ください。であとはフィルムカウンターですね。でまず分かりやすく20にしましょう。20、21、22、はい、問題ありません。あとは中身いきましょうか。開閉もね、非常にスムーズです。なんかこんな感じです。はい、もちろんですが、スプール付属しております。はい、で中もこんな感じで、特に問題はありません。はい、では続いて、これ、レンズ外したんですよ。ボディからレンズを外して、中を見るためにちょっと外してますので、通常使用するときにはもうあまり外さないでください。私は特別整備ができますので、ピント調整とかもできますので外しておりますが、むやみに外すとピントが狂ったりする場合もありますので、その辺はご注意ください。はい、ではレンズ見ていきましょう。はい、では光学系見ていきましょう。吹き傷もね本当に少ないんですよ。 A 型も古いレンズなのにそんなに吹き傷も少なく、中でもねかなり本当薄曇りがあるくらいでかなり綺麗な状態です。ちょっと一個残念なのが、ちょっとわかりますかね、ここにねこの一箇所だけちょっと前玉に欠けがあるんですよ。まあだからなんデジカメに装着して撮影をしたんですけど、特に問題はないように思います。まあしかしこの欠けがちょっと特別な条件下では何らかのいたずらをする可能性もありますけど、普通に撮影する分では特には問題ないように感じられました。はい、ではこちらがデジカメに装着して F3.5 で撮影したものになります。まあご覧の通り特に何も問題なく
撮影できてますので通常作りには特に問題ないと思います。はい、外観見ていきましょうか。ぐるっと回って、まあそんなにメッキの剥がれはないですね。見にくくなるような、まあ多少のやっぱりすれはありますけどね、人道式なんで。この縁なんかもかなり綺麗に残ってますね。古くなるとね、あの歪んでたりこれ欠けたりするのが多々あるんですが、特にないです。はい、でこちらは整備をしっかりしておりまして、こちらの絞りのリングの、ね、清掃してグリス塗ってますので、こんなにスムーズに回転してくれます。であと絞りの羽の清掃してますので油浮きなどありません。であとこちらのねヘリコイドグリス塗り替えてますので非常にスムーズに回転してくれます。であと振動もスムーズにしてくれますし、ロックもしっかりかかってくれます。はい、ここまでご覧いただきありがとうございました。バルナックライカ A 型のご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。